衝撃パチンコ機メーカー、ガイアが倒産。今後の動向に注目が集まる。皆さん、こんにちは。新聞記者のです。今回は、日本のパチンコ業界において、大きな衝撃が走っています。なんと、パチンコ機メーカー、ガイアが倒産したという情報が入ってきました。これ、まで長年にわたって、パチンコファンに愛され続けてきたガイアですが、経営状況の、悪化によりついに破綻したようです。このニュースはパチンコ業界だけでなく関連業界全体に大きな影響を与える可能性があります。そしてこの倒産に関しては様々な噂や憶測が飛び交っています。なぜガイアが倒産に至ったのか、その背景には何があるのか、今後の展開はどうなるのか、これらについて皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。まず皆さんはガイアの倒産についてどのように感じていますか？衝撃を受けましたか、それとも予想していたのでしょうか？またこれまでガイア製のパチンコ機を楽しんできた方々、特にコアなファンの方々はこのニュースをどのように受け止めているのでしょうか？さらにこの倒産により他のパチンコ機メーカーにどのような影響が出るのかにも注目が集まっています。業界の競争激化や新たなトレンドの発展など、これまで考えられなかったような変革が訪れる可能性もあります。皆さんはどのような動きを期待していますか？そして最後に、現在ガイアで働いていた社員の方々や関連企業で働く方々の心境にも気を配りたいと思います。この倒産により多くの人々が不安や心配を抱えていることでしょう。パチンコ業界を取り巻く環境の変化により、彼らにはどのような支援や解決策が必要と。なるのでしょうか。今回のニュースはパチンコ業界にとって大きな転機となることは間違いありません。私たち新聞記者としてはこの動向を注視し、皆さんに最新の情報や意見をお伝えしていくつもりです。ぜひ皆さんからガイア倒産に関するご意見やコメントをお寄せいただけると幸いです。今後パチンコ業界がどのように変化していくのか、私たちも一緒に見守っていきましょう。それでは引き続き新聞記者のがお伝えしました。次回もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。